パイサ、ナイシ、ポイシャ、バイシャは、いくつかの国々における通貨の補助単位。この言葉は、金や富に関する熟語に組み込まれている。インド、ネパール、パキスタンでは、現行のパイサは、1ルピーの1百である。バングラデシュでは、1ポイシャが1高の1百である。オマーンでは1バイサが1オマーンリアルの1千である。パイサという言葉は、サンスクリット語の、 パダアムシャに由来しており、その意味は、アシュナイシ、4分の1を意味する、パダと、部分を意味する、アムシャから、4分の1とされた部分といったものであった。別の説では、この言葉は、スペイン語のペソやペセタの元にもなった、ポルトガル語のペサから変化したものだとする。ペサは、植民地時代のケニアでも用いられていた。ビルマ語で金銭を意味する俗語。 パニックさんは、ヒンディー語のパイサに由来するとされる。1950年代までのインドとパキスタンでは、さらに1847年までのイギリス領、インド帝国では、1パイサは 3P、147、すなわち、164ルピーであった。貨幣単位の重心化を経て、パイサは、ルピーの100とされ、しばらくの間、ナヤパイサと呼んで、1ルピーの164であった。 従来のものと区別をした。ヒンディー語、ベンガル語、ダリー語、ウルドゥー語などにおいては、この言葉は、金銭、ないし、現金を意味する。アラビア界をまたぐように、インド、アラブ地域、東、アフリカを結んでいた、中世の交易ルートを通して、インドア大陸やアラブの通貨に関する用語法が、広がった。ペサは、スワヒリ語など、東アフリカの諸言語において、 金銭を意味するが、これは、中世にまで遡るものである。この古来の用語法の事例としては、ケニアの携帯電話を用いた送金サービスである M、ペッサなどがある。ありがとうございます。